皆様おはようございます。グロイン基準価格の変動要因を解説します。グロイン毎月分配型の2月19日の基準価格は2462円でした。前日比プラス 0.4%9 円の上昇となりました。グロインの基準価格は前日の6 0 0 0ブルークの16時、ニューヨークの10時の時間に基づいて計算されています。続いて、 為替と株式別の変動要因です。基準価格の変動のうち、為替要因がプラス1円、株式要因がプラス8円でした。18日の株式市場は欧米ともに下落しました。米国では、米国債利回りの上昇により、高水準のバリエーションが懸念され、S&P500 指数はマイナス0.44%下落しました。米国の公益株指数は、 プラス0.55%の上昇となりました。為替は今後の中プラス要因となりました。以上です。